とも僕はこうやって街頭演説でこれを公言するぐらいだから、参政党は利権やお金のために政治はやりません。もしそういう人が入ってきたらそれはやめてもらいます。そういう人は既存の政党に行ってもらえば結構です、ね、そんなね、なんか対抗勢力を作りたいんじゃない、新しい理念で新しいモデルの政党を作りたいんですよ。だからわざわざゼロから作ったのに、それが既存政党と一緒になってしまうんだったら作った意味がない。そこで僕たちが毎日毎日汗をかいている意味がない。そういう人は既存の政党にも行ってください。参政党を利用しないでください。バッジがある人を政治家と呼ぶんじゃない。政治活動をみんなのために一生懸命やってる人が政治家ですから、そこの定義を間違えて捉えると、議員のバッジがなかったら何もできないって言うんですよ、多くの議員が、政治家が。でも違う、バッジがなくてもできることはたくさんあるんです。参政党だって今バッジがあるのは国会議員で僕だけですよ。地方議員だって20人ぐらいしかいませんよ。けども党員サポーターで10万人がいて、こうやってみんな代々の T シャツを着て一生懸命活動してくれてるじゃないですか。そして国会議員も誕生させたじゃないですか。こういうことを一生懸命やるのが政治家なんですよ。だから参政党員でもこうやって一緒に活動してくれてる人たちはみんな政治家、ね、そしてそれが自分の私利私欲とか利権のためじゃなくて、日本このままじゃおかしいよね、このままじゃ沖縄ダメになるよね、なんとかいいものを子供たちに残したいよね、そういう思いを持って活動している人たちはみんな政治家なんです。沖縄市だったら40万ぐらいって言ってましたっけ、歳費が43万円。僕は吹田市で65万円ありました。こんなに給料があるとそれで生活しようとするんですよ。そうなると議員の歳費が飯の種になるから、さっき言ったように自分が生活するために議員をやる人が増えちゃうの。これ良くない。議員の歳費は活動費だと思ってください。その43万全部とは言わないけど、でも少なくとも半分以上はちゃんと活動費に使ってくださいよ、ね、いろんなとこ移動してするのもお金かかるし、先生呼んで勉強会するのもお金かかるんですよね。そういうことをきちんと自分の歳費で皆さんのために使ってあげてください。で、生活の飯の種は自分で会社をやって、で会社をやっていたら収入があるから、働いたら収入があるでしょ、いつでも辞めれるんですよ。自慢じゃないですけど、僕もそれね、僕も市議会議員の時から言ってました。ただ僕は議員の時はやっぱり議員の活動が忙しくて、なかなか自分で会社を作ることができなかった。でも偉そうに言ってたのは僕は議員の時ですよ。議員じゃないと飯を食えない人は議員になっちゃいけないって言ってたんですよ。これは僕の哲学です。だそうですよね、だって議員にしがみつくから。だから僕は35歳で衆議院の選挙に落ちて無職になりました。でもすぐに会社を作って以来10年間ずっと黒字経営でやっています。だから僕の生活費は自分の会社からもらっています。今参議院の歳費ももらってますけど、例えば問題になった文書交通費なんかは1円も僕はもう取ってなくて、全部党の活動費に使ってもらってます。自分でもらう歳費なんかもそれで秘書を雇ったりしています。そういった国からもらうお金もらってもいい、行政からもらってもいい、でもそれをみんなのために使ってください。そういうことをちゃんとできる状態を作らないといけない。で、議員のくせに会社をやりやがってとかいう人はいるんですよ。もう議員だったら議員だけやっとけっていう人いるけど、それは僕は間違いだと思う。そんなことを言うからみんな議員のお金にしがみつくんですよ。そうじゃなくて、今の仕事もちゃんとできるようにする状態で議員をやってください。そんなのできないよっていうのは嘘ですよ皆さん。僕はね、市議会議員6年やってましたからよくわかる。市議会の仕事なんて大体年間ね、60日から70日です。残りの300日はお休みですね。だから70日ちゃんと議会に行って仕事をしてれば、それで議員の仕事はできるの。じゃあ他の300日何が忙しいって議員が言ってるかっていうと、挨拶回りとか票集めが忙しいんですよね。そんなことはね、仕事じゃない、それは自分の選挙活動だから。選挙前ならまだしも年がら年中そんなことやる必要ないんですよ。それだったらさっき言ったような勉強会とかを定期的に開いて、皆さんにしっかりと情報配信をしてください。どうでしょう。だから有権者も悪いんですよ、ね、あの人はうちに何回挨拶に来てくれたとか、そんなので政治家を選んじゃダメ。違う、そうじゃなくて、あの人はちゃんと勉強してる、あの人はちゃんと私たちの町のこと考えてくれている、そして私利私欲なくちゃんともらったお金で、その活動をやってる、そこを
チェックすべきであって、自分の家に何回来てくれたとか冠婚葬祭回ってくれたとか、そんなので議員を選んでるから議員の質がどん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 落ちるんですって。だから賛成党は、都議員はそういうことは全くやるなとは言わないですよ、ね、それは地域の事情もあるだろうからいい、でもそれを優先しないでください。だからちゃんと自分の会社もやりながら議員もやる、そして納税もする。会社をやって納税もしなければ、納税をしてる人たちの気持ちがわからないから。今ね、すごいんですよ、日本は。働いたお金の半分税金と社会保障で持っていかれるの、48% ぐらい。どん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 上がってる。もう手取りの給料なんかすごい勢いで落ちてるんですよ。この20年で平均所得のある人が、ね、手取りの給料落ちたのが34万円です。20年で34万円給料下がってる。さらにこの20年で社会保障費とか消費税が50万円ぐらい上がってる、年間。となると足すとですね、84万円ぐらい現金が減ってるんですよ、手に残る、ね、それってもう会社経営とかしてたり働いてたらすごい苦しいことじゃないですか。でもそれでも議員の給料って20年って別に下がってないでしょ。だから分かんないんですよ、議員だけとか公務員だけやってると。だからなんかちょっと風が流行ったぐらいで緊急事態とか出すわけですよ。風邪じゃないけど流行り病だけど、うん、でもそんなことされたらまた所得落ちるわけでしょ。弱り目に当たり目になるじゃないですか、ね、でそれでね、もう早くそれを逃げ、そこから逃げ出したかったら注射打ちなさいみたいな、すごい誘導ですよ。そういう手に乗らないためにも、あの銀がね、そういう錯覚に陥らないためにもですね、きちっと自分で実業を持ってください。僕がお願いしたいこと3つね。定期的に先生呼んで勉強会をする。そしてそこで自分も学んで、自分もちゃんと話せるようになる、ね、先生に話してもらってるだけじゃダメ、自分でもやっぱ話せるようになる。そして3つ目が、ちゃんと実業をしながら納税もし、納税者の立場で皆さんから預かった税金を有効に使うことで、またさらに皆さんの収入が上がったり生活が安定するような政治をやらないといけない。これが参政党の議員の目標ですよ。それができるんだったら、もう別に右とか左とか関係ないんですよ。もうよくね、あいつは右だ左だってやるでしょ、沖縄では。まあ、本土でもそうですよ。沖縄はそれが強いけどね。でもね、多分ほとんどの国民は政治家が右でも左でもいいんですよ。自分たちが払った税金を有効に使って、ね、ズルせずに、ね、生活を良くしてってくれれば、イデオロギーをそんなに見てるわけじゃないの、ね、もちろん外国資本に富を売り渡すのは論外ですけどね。そういうことをしなければイデオロギーで政治家を選ぶんじゃないんですよ。それが本質的な、ね、政治家の仕事をせずにイデオロギー闘争になってませんかって話です。僕たちが問題提起したいのは、あいつは右だからあいつは左だからで選挙をやってるうちはいつまで経っても本質的な政治家の仕事に目がいかない。参政党が真ん中を行ってね、前に進めたいっていうのは、今みんな困ってるんだから。国民も県民も経済も落ちて人口も減ってね、どん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 国の情勢も悪くなってるでしょ。で、中国の圧力がどんどん強まってるでしょ、経済的にも軍事的にも。それにみんな困ってるわけですよ。それをどうすれば排除できるか、ブロックできるかっていうことがみんなの関心事であって、そこに右だ左だっていうの関係ないんですよね。だからそういうイデオロギー闘争に持ち込んで、あいつはダメだあいつはこうだとかじゃない、ね、細かい政策論で喧嘩をしててもしょうががない。やるべきことは私たちが何を提案し何を形にしていくかっていうことなんです。